こんにちは、アラシックス主婦福山一恵です。今回は第5回目の発信となります。カウンセラーの先生に60代からの副業についてカウンセリングを受けた有料の相談を YouTube であなたにお伝えしています。それではお聞きくださいね。でそういうのを本当は僕はみんながね、もう言うたらもっと極端に言うたらもう60代の人がみんな自分の過去の経験問題を解決した経験をね、今の時代に合った苦手でも何でも下手くそでもいいから、それをコツ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 発信していく、ね、そうしていくと人が集まりますよね。わかりますよね。それに共感して、共感っていうのは、ああ私と一緒やとか、あこの人大変なのに頑張ってるなとか、ね、まあ芸能人で言ったらファンができるっていうことですよね。で僕はこの今の時代に合ったこの3つ目としてね、今の時代に合った方法で、ね、自分の過去を生かして、ね、まあ、いわゆる人を集める、これ商売ビジネスっていうのは、その人を集めることが一番難しいんです。ね、何を売るかよりも、どうやって人を集めるか、これ普通はですね、商品から先に決めるんですよ。大概ね、花屋さんをするとか、それも別に間違ってないんだけど、僕は人を集めることから始めることができる時代になったということを教えたいんですね。昔はね、何々屋さんですって言わないと人が集まらなかった。なんでですかって言ったら、インターネットがなかったからです。例えばここは淡路島で、例えば花屋さんを開いたとしても、たこ焼き屋さんを開いたとしても、ね、北海道の人は気づかないですよね。で新聞広告出せるお金もないですよね。テレビラジオとんでもないですよね。でも今インターネットがあるんですよ、ね、だったら花屋さんとかたこ焼き屋さんを始める前に、まず自分の過去の問題を解決した経験を人のため、自分のために、自分のためにもなりますからね。自分の過去を棚卸しして悩みが解決したってなったら自信になるじゃないですか。ね、それで助けてくれた人がいたら感謝の気持ちも出てくるし、ね、だから自分のためにもなって、なおかつ人のためにもなる、ね、そういうことでまず人を集める。これはまあ難しい言葉で言うとマーケティングっていうんです。あ、そうですか。まあ、もっと昔の言葉を使えば、まあ、集客。まあ、芸能人で言えばファンを作るということです。で昔はテレビとかラジオとか新聞を使わないとできなかった。だからものすごい特殊な才能とかすごい運がある人じゃないと人を集めることができなかったんだけど、今はね、個性の時代ですから、自分の人生っていうのはものすごく価値があるんですよ。これはもう太古の昔からね。それを広く伝える手段がなかったんですね。だから僕はぜひとも、その年齢が上の人であればあるほど、もう僕はもっと言ったら80歳の人でも今から、90歳の人でも今から、ね、インターネットやってほしいと、まあ、具体的に言えば今の時代であればブログを書いてほしいと、ね、それと YouTube をやってほしいと。で今準備してて、本当にできるかな、私できるかなってまあ思ってると思うし、これを聞いてくれてる人もね、って思ってると思うんだけど、ね、まあ1年経ったらできてますよ。わかりますよね。そしてね、少ないながらもね、多分読者であるとか、聞いてくれてる人がゼロではないですよ、今から1年後は。ということはファンですよね。
うん、そういうことができるのがこのインターネットという技術なんですよね。一見難しそうですけど、みんなが思ってるほどは難しくない。いかがでしたか？インターネットの世界なんて一番苦手なことだったんです。ゲームもできないし、パソコンも触ることも50代までしたことがなかったんです。年賀状もパソコンから作れなかったんですよ。すべて主人にやってもらってたんです。面倒なことはスルーしてたんです。本格的にブログをスマホからやり始めて、パソコンは2018年6月に購入しました。本を見ながら、本当に大変でした。こんな私でもここまでできたんです。ジンドゥのホームページやブログをから始め、今はワードプレス立ち上げもできるようになりました。興味のある方は覗いてみてくださいね。ではこの辺で、アラシックス主婦福山一恵でした。